オーランドマジックは、アメリカ合衆国フロリダ州オーランドに本拠を置く、全米プロバスケットボール協会のチーム。イースタンカンファレンス、サウスイーストディビジョン所属。チーム名の、マジックは、オーランドに本拠を置く、テーマパークディズニーワールドのキャッチコピー、魔法の世界へようこそにちなんでいる。オーランドマジックは、 1980年代の NBA の好調な業績に後押しされ、1989年にミネソタティンバーウルブズと同じ年に創設された。1989から90シーズン、スコット・スカイルズ、ドラフト全体11位に指名したニック・アンダーソンなどが出場。11月4日、ニュージャージー・ネッツとの試合がチーム最初の試合で、 その2日後のニューヨークニックス戦で初勝利を挙げて最終的に18勝64敗に終わった。1990から91シーズンはドラフト全体4番目で指名したシューターデニス、スコットが加入、その年のみウェスタンカンファレンスのミッドウェストディビジョンにところ族により最終的に31勝51敗でカンファレンス9位だった。 1991から92シーズン、この年は怪我人も多く、17連敗を記録するなど、21勝61敗と、低迷した。シャキール・オニール苦境にある、新興チームの巧妙となったのが、1992年の、ドラフト全体1位で獲得したシャキール・オニールだった。オニールは1年目から23.4得点13.9リバウンドと、 大物ぶりを発揮し、オールスターの先発、そして、新人王を受賞した。この1992から93シーズンの、チーム成績は41勝41敗だったが、勝敗で並んでいた、インディアナペーサーズがイースタン8位となり、プレーオフ進出を逃した。プレーオフに進出できなかったチームの中で、最も勝率が良かったものの1993年の、 ドラフトでは2年連続で全体1位指名権を獲得するという幸運に恵まれ、指名したクリス・ウェバーを直ちにゴールデン・ステート・ウォーリアーズの指名を受けたアンファニー・ハードウェイとトレードした。オニールとハードウェイのコンビは若いチームマジックをリーグの競合へと成長させていった。1993から94シーズンから ブライアンヒル監督に率いられたマジックは50勝32敗の高成績でレギュラーシーズンを終え第4位シードで初のプレイオフに進出したが1回戦でインディアナペーサーズに3連敗で敗れた。ブライアンヒル HC1994 から95シーズンはシカゴブルーズからリバウンドの取れるホーレスグラントをフリーエージェントで獲得してベストの夫人を築き上げ 57勝25敗で、イースタン1位でシーズンを終えた。プレイオフでは、セルティックス、マイケル・ジョーダンが復帰したばかりのブルズ、そしてペーサーズを破り、チーム設立5年目で NBA ファイナルに進出した。ヒューストンロケッツとのファイナルは、アキーム・オラジュワンとオニールのセンター対決に加え、お互いにいいシューターが揃っていた点で、3ポイントシュートの雨あられが降るだろうと言われた。 レギュラーシーズンをウェスタン6位と苦しみながら2年連続ファイナルに進出したヒューストンロケッツと比べて若さや勢い、チーム戦力などから下馬評ではオーランドマジック優位との声が強かった。しかし戦いが始まってみると経験豊富なヒューストンロケッツの前にリードしては逆転されるという試合展開が続き大方の予想とは異なり4連敗で敗れ去った。 シリーズ第2戦では、後にオニールと共にロサンゼルスレーカーズで NBA ファイナル優勝を果たしたロバートオーリーに、ファイナル新記録の7スティールを喫した。1995から96シーズン、マジックは60勝22敗の成績で、第2シードとなり、プレイオフではデトロイトピストンズ、アトランタホークスを破ったが、 この年から3連覇することになる、シカゴブルズに4連敗で敗れた。シーズン終了後、オニールは、ブライアンヒルの下では優勝できないという言葉を吐き、ロサンゼルスレイカーズに移った。1996から97シーズン、マジックは、ハーダウェイやダレル・アームストロング、新しく、フリーエージェントで加入した。 ロニー・サイカリーを軸に戦って45勝37敗の成績を残した。このシーズンの開幕2連戦で、オーランド・マジックは日本を訪れ、ニュージャージー・ネッツと対戦した。プレイオフでは、マイアミ・ヒートと1回戦で対戦、最初の2ゲームで連敗したが、第5戦までも連れ込ませることができた。1997から98シーズン、マジックは、 監督にチャック・デイリン、フロントには、ジュリアス・アービングを迎え、新たな体制を整えた。しかし、ハーダェへの怪我もあり、ニック・アンダーソン、新しく加入した、ボーアウトローを中心に戦ったが41勝41敗と苦戦して、プレイオフには進出できずに終わった。シーズン途中に、サイカリーを、ニュージャージーネッツにトレードして、複数の選手や、 将来のドラフト指名権と交換した。1998から99シーズンは、ハーダウェイが故障から復帰、ドミニク・ウィルキンス、ジェラルド・ウィルキンス兄弟の獲得などをして33勝17敗で、イースタに一位体と躍進したが、プレイオフでは1回戦で、アレン・アイ・バーソン率いるフィラデルフィア・セブンティシクサーズに敗退した。シーズン終了後、ハーダウェイは、 フェニックス・サンズとダニー・マニング、パット・ギャリティなどとトレードされ、アンダーソン、ホーレス・グラントもトレードでチームを去った。1999から2000シーズン、スター選手がいない中で、アームストロング、アウトロー、そして若き日のベン・ウォレスの活躍で41勝41敗と踏みとどまり、新ヘッドコーチのドック・リバースは、最優秀コーチ賞を受賞した。 2000年のオフシーズン、前シーズンに節約した、選手年俸で、トレーシー・マグレディ、グラントヒルを獲得した。2000から01シーズン、マグレディがこの年開花して、トップスコアラーの仲間入りをした。またドラフトで獲得したマイク・ミラーは、新人王を受賞した。しかしグラントヒルは怪我で4試合しか出られずに43勝39敗と、平凡に終わった。 2001から02シーズン、パトリック・ユーイング、ホーレス・グラントを獲得したが、グラント・ヒルは、故障勝ちで、マグレディ、アームストロング、マイク・ミラー中心の戦いを強いられ44勝38敗、プレイオフでは、バロン・デイビス率いるシャーロット・ホーネッツに1勝3敗で、敗れた。二0二から零三シーズンは、ショーン・ケンプを獲得したが、浮上のきっかけをつかめず、マイク・ミラーは、 メンフィス・グリズリーズに放出され42勝40敗、プレイオフでは、デトロイト・ピストンズを、あと一歩のところまで追い詰めたところで、マグレディの挑発で怒られたピストンズ全員は3、連勝で逆転され、屈辱な敗北を喫した。2003から04シーズンも、マグレディは、得点王を獲得するため無理やり得点を上げたせいで、 マジックはさらに苦しみ19連敗を含む21勝61敗の結果に終わった。ドワイト・ハワード2004年のオフシーズン、チームは大胆な再建に取り掛かり、マグレディはスティーブ・フランシスらとトレードでヒューストン・ロケッツに放出され、フリーエージェントでヒド・ターコルを獲得した。ドラフトでは1993年以来の全体1位、指名権を獲得し、 ドワイト・ハワード、ジャミー・ア・ネルソンを指名、時間をかけて育成する方針を取ることになった。2004から05シーズンは、健康になった、グラント・ヒルが、オールスターに出場する活躍を見せたものの、36勝46敗と、負け越した。2005から06シーズンは、ブライアン・ヒルが、ヘッドコーチに、復帰、再び、グラント・ヒルが故障したこともあり、 序盤は大きく低迷した。チームはフランシスをニューヨークニックスへ放出し、デトロイトピストンズよりカルロス・アロヨ、ダーコ・ミリチッチを加えた。オールスター後、チームは快進撃を続け、前年と同じ36勝46敗まで持ち直しシーズンを終えた。2006から07シーズン、前シーズン後半の勢いを続け、イースタに首位を改装している。 最終的になんとか、プレイオフに進出するが、4年連続カンファレンスファイナル、進出中のデトロイトピストンズを止めることができず4、連敗し、ブライアン・ヒルは解任された。スタンバン・ガンディ HC ・ハワードとジャミー・イア・ネルソン2007-2008シーズン前、マジックは大きな動きを見せた。スタンバン・ガンディをヘッドコーチに昇聘し、長年チームに在籍したグラント・ヒルは、 フェニックス・サンズに移籍、シアトル・スーパーソニックスからラシャード・ルイスを獲得した。全員年29位という得点力の低さを改善するためで、この動きはとても注目された。そして迎えた開幕戦、ミルウォー・キーバックスに19点差をつけ解消。その後同じく大型トレードで成功を収めていたボストンセルティックスに初めて勝利し、 8連勝を止めてみせた。特に大黒柱のドワイト・ハワードの活躍は目覚ましく、史上最年少でリバウンド王に輝き、またヒド・ターコルーはミップを受賞。チームはシャック・ハードウェイ時代以来の高成績となる52勝30敗でレギュラーシーズンを終えた。プレーオフでは1回戦でトロントラプターズを下し、カンファレンス準決勝まで進出するが、 ピストンズの前に2年連続で敗退した。2008から2009シーズン、チームは14年ぶりに NBA ファイナルに進出したが、ロサンゼルスレイカーズに1勝4敗で敗れた。シーズン後、主力のターコルがチームを離れ、ニュージャージーネッツからビンスカーターを獲得した。2009から2010シーズンのプレーオフでは1回戦、2回戦を、 無傷の8連勝で勝ち上がったが、カンファレンスファイナルで、ボストンセルティックスに2勝4敗で敗れシーズンを終えた。2010から2011シーズン12月、主力メンバーで、ルイスを、ワシントン・ウィザーズへ、カーター、マルチン・ゴルタット、ミカエル・ピートラスを、フェニックス・サンズへ放出した。代わりに、ウィザーズからギルバート・アリーナスを、サンズからジェイソン・リチャードソン、 ターコル、アール・クラークを獲得する、ビッグトレードを行ったが、このトレードが失敗となり、プレイオフには、第4シードで進出したが、1回戦で昨年スイープ、した、アトランタホークスに2勝4敗で敗れる結果となってしまった。2011から2012シーズンは、ロックアウトで開幕が遅れ、チームは、ドワイト・ハワードの契約問題に振り回された。そのハワードは、 契約を1年伸ばしトレード期限後もチームに残留したが、腰の故障に悩まされ、シーズン終盤とプレーオフを欠場。大黒柱を失ったチームが勝てるわけがなく、第6シードとなったチームは、1回戦でインディアナペーサーズに1勝4敗で敗れシーズンを終えた。シーズン終了後、ハワードはロサンゼルスレイカーズ。 フィラデルフィアセブンティー・シクサーズ、デンバー・ナゲッツの4チーム12人が絡むトレードで、レイカーズに放出され、アーロン・アフラロや、アルハ・リントンらを獲得。チームは、再建期に突入した。ニコラ・ブーチェビッチ2012から13シーズンは、スタンバン・ガンディヘッドコーチ、オーティス・スミス GM が解任され、ロブ・ヘニガン新 GM のもと、ハワードを、 ロサンゼルスレイカーズに放出後、新ヘッドコーチに、サンアントニオスパーズからジャック・ボーンを迎え、騒動を、ひとまず収束させた。ネルソンとターコル、JJ レディック、グレン・デイビスの残留するところへ、中堅のアフラロ、ハリントン、ジョシュ・マクロバーツを補強し、開幕を迎えた。シーズン後半に故障者が続出し最終的に、20勝しか、 挙げられず、ディビジョン再開にまで沈んで、プレイオフ進出は逃したものの、ニコラブーチェビッチらの成長は見られた。2013から14シーズンは、前年の戦績から、ドラフト2位指名権が得られ、名門インディアナ大学出身のビクター・オラディポを、指名した。PG、SG の両方をこなすことができるオラディポは、新人をこそ、マイケル・カーター・ウィリアムスに譲ったものの、 44試合に先発出場し、トリプルダブルも記録するなど、ルーキーヤーとしては十分な活躍を見せた。しかしながら、戦績は23勝59敗と振るわず、ディビジョン再開が続いた。2014年の NBA ドラフトで、アーロン・ゴードンを指名。2014から15シーズンは、ネルソンとアフラロの放出、シャニング・フライとベン・ゴードン、ルーク・リドナー、 ウィリー・グリーンらのベテラン勢の補強と、ドラフト4位指名で、アーロン・ゴードンを獲得し、これまでのチームカラーが薄まる形で開幕に臨んだが、チーム状況は好転せず、2015年2月5日に、ジャック・ボーンヘッドコーチは解任された。その後も調子は上がらず、25勝57敗止まりで3年連続で30勝に届かなかった。 そして5月29日にマジックオービーでもあるスコット・スカイルズのヘッドコーチ就任が発表された。スカイルズを新ヘッドコーチに迎えて挑んだ2015から16シーズンは開幕当初は5割前後の戦いで踏ん張ってきたが、徐々に負け星が増え、トレード期限比の24勝30敗の時点で、ミルウォーキーバックス時代からスカイルズと確執が、 寝深かったトバヤス・ハリスをデトロイト・ピストンズに放出。結局はその後も調子は上がらず、前シーズンより10勝上積みしたのに止まり、35勝47敗で終え、スカイルズは5月12日に辞任を表明した。スカイルズが辞任したマジックは、インディアナ・ペーサーズを躍進させたフランク・ボーゲルを新 h c に招聘し、さらに2016年の NBA ドラフトでは、 オクラホマシティサンダーを相手に大型トレードを観光。サージ・イバーカを新たに獲得し、さらにビスマック・ビヨンボを契約するなど、積極的に動いた。しかし、2016から2017シーズンも、悪い流れは変わらず、トレード期限日には、イバーカをトロントラプターズに放出するなど、歯車は噛み合わず、29勝53敗で終了した。 2017から18シーズンは、開幕当初は5割前後だが、その後大きな連敗し、さらに主力の怪我人が続出し最終的に25勝57敗で、終え、ボーゲルはそのシーズン終了後に解任された。スティーブ・クリフォードを新監督に添え、2018から19シーズンを迎えた。昨季よりも守備力が向上。カンファレンス7位で、 レギュラーシーズンを終え、7年ぶりにプレイオフ進出を果たした。ニコラ・ブーチェビッチは NBA オールスターゲームのリザーブに選ばれた。プレイオフではトロントラプターズとの1回戦で先に先手を取るも、その後4連敗で敗退した。ラプターズは2019年の NBA ファイナルで優勝した。2020から21シーズン。 ジョナサン・アイザックが2020年8月に、全十字人体断裂、マーケル・フルツも開幕直後に、全十字人体断裂で離脱した影響で低迷した。さらに、トレード期限までに大型契約を抱えていたニコラ、ブーチェビッチ、アーロン・ゴードン、エヴァン・フォーニエラも放出。スティーブ・クリフォード HC は退任した。ノート、勝ちイコール勝利数、負けイコール敗戦数。 パーセントイコール勝率太し文字、電動入り選手、優勝時に在籍した選手、在籍時に MVP を獲得した選手、偉大な50人、偉大な75人。ありがとうございます。